総人口5000万人の韓国さんですが、ニートが400万人を突破したようです。記事と韓国の反応を見てみましょう。仕事も求職活動もしない大卒者が今年上半期に400万人を超え、歴代最大を記録したことが分かった。21日、統計庁の国家統計ポータルによると、今年上半期の月平均大卒以上、短大を含むの学歴を持つ非経済活動人口は405万8000人で、昨年同期より7万2000人増えた。1999年に関連統計が集計され始めて以来、上半期基準で最も多い。非経済活動人口、非経済活動は、満15歳以上の人口のうち、就業者でも失業者でもない人々だ。言い換えれば、仕事をする能力がなかったり、仕事ができるにもかかわらず仕事をする意思がなく、求職活動をしない人々だ。求職市場を離れた理由としては、育児、家事、高齢、心身障害など多様だ。条件に合う働き口を見つけられず、就職を諦めた求職断念者や、雇用調査でただ休むと答えた休むも非活動人口に含まれる。最近全体の非経済活動の減少している一方で、大卒以上の非経済活動は増加傾向が明確だ。大卒以上の非経済活動は、コロナパンデミック当時の2021年上半期404万8000人に初めて400万人を超えた後、翌年大幅に減少、マイナス13万6000人したが、再び2年間増えている。全体の非活動人口は上半期基準で2022年以降3年間減っている。高学歴者を中心に非活動人口が急増し、全体の非活動人口で大卒者が占める割合は今年上半期に 25.1% を記録し、初めて 25% を超えた。仕事も求職活動もしない人たちの4人に1人以上は大卒以上の学歴を持つ人たちという意味だ。大卒の非経済活動の増加傾向は20代が主導している。統計庁の経済活動人口マイクロデータによると、今年上半期の月平均大卒以上の青年層15から29歳の非活動人口は59万1000人で、昨年同期より7000人増えた。人口が減っているにもかかわらず、大卒の非活動人口が増えた年齢層は青年層が唯一だ。それでは韓国さんの反応です。民主党が企業を潰して殺して海外に移転させているのだから、我が国に良い働き口がなくなるのは当然だろう。相続税を 50% も取るのに耐えられるか。もう失業手当をなくせ。本来なら大学に行けない人たちが、大学があまりにも乱立しているため、どこかしらの大学に入れてしまう。そして、私も大卒と言って仕事を探す。企業もバカではないので、そのような人々を採用するだろうか。働き口がないのではなく働かないのだ。その場では、外国人労働者が熱心に働いている。大学を出れば偉くなったとでも思っているのか？ネクタイを締めて出勤する夢ばかり見て、無駄な時間を過ごしてる若者よ。そんな時間があるなら、土方でもやれ。今、生きている人の面倒も見れないのに、何が出産率だ。完全に矛盾した国。求職活動もしない若者は、みんな、生計支援に関する福利厚生から除外されたらいいですね。仕事をしないことも罪です。出産率 0.5、青年失業率400万人。民主党が作った世の中。ということで、日本のニートの数は、2022年のデータで、57万人とか74万人とか記事によって違うので、何が本当の数字かわかりませんが、いずれにしても、韓国さんの400万人という数字がめちゃくちゃ多いってことはわかりますね。まあ、韓国さんはすごい学歴社会と言われていますが、韓国さんのコメントとかを見ていると文章を理解できない人がものすごく多いことがわかりますし、大学で何を学んでいるんだろうなって感じですが、たまに出てくる某女子大の客員教授も頭悪そうなので、まあそうなんだろうなって感じですね。そんな大学を出て、変にプライドだけ高くなって、自分に釣り合う仕事がないとか言っている間に仕事を探す気力もなくなっちゃったって感じなんでしょうか。とりあえず、
5000万人の国で400万人って、かなりすごい人数だと思うんですが、韓国さん？でも、これって、大卒者のニートの数だけで400万人ってことでしたよね。ということで、ご視聴ありがとうございました。それでは、また次回の動画でお会いしましょう。